シーシュポスの神話は、アルベール・カミュの不条理について考察する、哲学的随筆。出版社によっては、シシュポスの神話とも表記される。本書は、不条理の推論、不条理な人間、不条理な創造、シシュポスの神話と題された4章からなり、冒頭では、真に、哲学的な問題は一つしかない。それは、自殺についてである。と、 問題提起をしている。そして不条理を克服する犯行の可能性から自殺は犯行ではないとした。さらに宗教の盲信や実存主義の哲学者を念頭に刑事上学への逃避も哲学的自殺として退りけた。続いて不条理な人間ではドンファンについて不条理な創造ではカラマーゾフの兄弟をはじめとするドストエフスキーの 作品についての考察がなされる。最後の、刺繍ポスの神話では、不条理が受け入れられることにより、世界が意味を持たないことに気づき、古としての我々は、刺繍ポスさながらの世界に対する反抗によって自由になり得ると結論付けた。神を欺いたことで、シーシュポスは、神々の怒りを買ってしまい、大きな岩を山頂に押して運ぶという罰を受けた。 彼は、神々の言いつけ通りに岩を運ぶのだが、山頂に運び終えたその瞬間に岩は、転がり落ちてしまう。同じ動作を何度繰り返しても、結局は、同じ結果にしかならないのだった。神はここで、人は皆いずれは、死んで、すべては水泡に返すことを承知しているにもかかわらず、それでも生き続ける人間の姿を、そして、人類全体の運命を描き出した。 新潮文庫版には、シーシュポスの神話だけでなく、不条理な論章や、不条理な人間、不条理な想像フランツカフカの作品における希望と不条理も収録されている。ありがとうございます。